こんにちは、花屋亮吾さん。今日はね、21時からズーム対談の方よろしくお願いします。まあ恋愛話中心に、まあ軽く雑談みたいな感じでね、それこそ久しぶりにファミレスで会ってようみたいな、そんなノリでいこうかと思います。ぜひね、他の視聴者さんもこの機会に、お越しいただければと思います。まあ、前回は特別定額給付金などの話をしましたけども、今回も出ないとも限りません。それからですね、なんかやっぱりね、私ね、プレゼントをねするのはいいかなと思ったんですけども、まあでも求めてるプレゼントがねやっぱり何なのかなと、まあいうところもあって、まあやめておきましょうかね、プレゼントの話は。なんか結局ね、上げる上げる再生稼ぎになってはいけないんでね、そういうのではなくて、きちんとこのコンテンツの内容、お話の内容で、皆さんにね、まあ、楽しんでいただけるようにやっていこうかと思います。で、今回はちょっとね、恋愛話しつこくいくっていうことを言われてましたんで、花嫁さんがね、私もちょっとね一点お話しとこうかなと思います。それはですね、まあしつこいって話なんですよ、結局。まあ恋愛にしてもね、頼み事にしても結構似てるところがあって、繰り返しアタックしていけばまあ攻略はできるかなと。それこそね、同じことずっとやるんですよ。これ営業もそうなんですけども、まあ訪問営業行ってね、断られます。で、しばらくしてまた行くんですよ。で、断られます。しばらくしてまた行くんですよ。断られます。まあ怒り出しますよね、その頃になったら。で、またさらに行くんですよ。そしたら苦笑いですね。苦笑いが出だしたら、もうね、ザイオンス効果って言って、私が来ることをそんなに嫌ではなくなってるんですよ。久しぶりみたいな感覚なんですよね。これザイオンス効果っていうので調べていただきたいんですけども、人間は危害を加えられない限り、繰り返し接触する人に好感を抱くっていう効果なんですよ。ということは、これを、まあ、ビジネスにも私は使い込んできたわけなんですけども、恋愛にも使えるんですよね。で、告白します、振られます、また告白します、振られます、告白します、振られます。よくね、しつこい男は嫌われるって言いますけども、そのしつこさを通り越したしつこさだと逆にね、疲れるんですよ。疲れると私は思ってます。ということで、攻略方法なんですけども、とにかくね、振られても行くんですよ。振られてもまた行くんですよ。そうすると、あ、なんかこう、自分のことをそんなにアタックしてくれるんで嬉しいなっていう形に変わって、その女性の中で、まあ、私のことがね、たまに思い出してもらえるような存在になるんですよね。そうなったら閉めたもんですよ。ね、アタックすると反応が変わってきます。アタックしてる。10回ぐらい振られて11回目行くと、もうね、そこではね、なんか断る自分が悪いみたいな感じになってくるんですよ。で、そこで、もうこれ今回最後です。これで振られたら諦めます。本当に今までしつこくてごめんね。もう一回言うけども、どうしても付き合ってもらえないかなと。頼むよ。ね。って言うと、大体、じゃあ、友達ぐらいから、みたいな感じでね。言葉では友達からって言うんですけども、もうね、2週間経ったら、ごにょごにょごにょでございますよ。ということでね、しつこさは恋愛の切り札ということで、振られてるうちに諦めてるようでは、それは振られちゃうよってことなんですよね。恋愛は振られてからが勝負ということでございます。これはね、年代に限らずでございます。おそらくね、おそらくですよ。私の場合は、コンビニの女の子とでも付き合いましたね。コンビニの女の子の時、レジに行くたびに、今日可愛いね、みたいな感じで言ってね。また明日も来るからね、みたいな。今度シフトいつみたいな、気持ち悪いですね、もうこれね。今だったらストーカーで逮捕ですけども、まあそれは相手の反応を見ながらですよ。相手の反応を見ながら、やっていくと、今日チキン2つ買うねって、1個あげるよみたいな感じですよね。いや、いりませんって言うんですよ。いりません、じゃあ気持ちだけ受け取って感じで帰るみたいなね。まあエンターテインメントですね。だから久保哲郎が来ることがエンターテインメントみたいなね、そんな風にしていつも決まった時間に来るみたいなね、そういう風にしとくと、あ、18時の男だよみたいな感じで呼ばれるわけですよ。私の場合は18時にいつもね、まあ、麻雀店に勤めてた時、1階がコンビニだったんでね。で、コンビニにアルバイトの女の子が結構入るわけですよ。で、最初はクリスマスに店頭販売してる時にチキンを50個買っていったんですよね。50個あげてみたいな感じで、で、お店に持ってきてっつって、お店でみんな配るみたいなね、ことをしました。じゃあちょっと配ってくれるみたいな感じでね、女の子に頼んで、で、ありがとうってみんなで演出してですね、で、しばらくして昨日ありがとねみたいな感じとかね、そっから切り口を持っていったと。だからね、インパクトですね。最初アプローチはインパクトで、うわすごい買ってくれたみたいなね、うわすごいみたいなね、そんなことをやって気にさせると、その後で
まあアタックに行くわけですよね。もうアタックもねしつこいですよ。それこそ油汚れのジョイではなくて、私はねもう洗剤のアタックですから、アタック洗剤でしつこい汚れも落とすみたいな感じで、しつこく落とすみたいな感じですかね。じゃあ今晩よろしくお願いします。